皆さんこんにちは。12月3日今日3番目のテーマですけれども、私はですね、新党憲法9条という政治団体を作って、なんとかこの国の政治に憲法9条こそですね、この日本の国の国是、つまり国の大方針にするんだと、そういう公約を掲げた政党ですね、ぜひ作りたいと思って頑張ってきました。来年7月にですね、参議院選挙、場合によっては衆参同日選挙なんですけれども、私は繰り返して申し上げてますように、この国の外交、いやそれどころか この国の政策そのものがですね、この日米安保体制によって完全に乗っ取られているという思いでですね、この日米安保条約をなくさないと日本は本当の意味での独立国になれない。そして日米安保をなくすということはですね、アメリカの軍事的な同盟関係をなくすことですから、自らの手で日本を守るという必要があるわけですけれども、その時に方向が2つあってですね、軍事力を拡大すると、つまり最終的には核兵器を持ってですね、今の北朝鮮のようにアメリカとも対等にやっていけるという道を取るのか、そうじゃなくてですね、世界に先駆けて戦争を放棄し、武力で、紛争を解決しないということを宣言したい、憲法9条を国是として平和外交でいくか、どっちか、当然平和外交でいく、それしか答えありません。そういう意味で私は憲法9条を掲げて日米同盟から自立するということを最大の政治的テーマとして訴える政党を作りたいんですけれども、私はその時にですね、ぜひ皆さんに読んでほしい本を見つけました。これ岩波新書でですね、日米安保体制史という本で、吉次浩介さんという人が最近出された本なんですね。でたまたま私はこの本を書店で見つけて買ってすぐに読んだんですけども、これこそですね、私が憲法新党、新党憲法9条を作る基本的認識を書いた本なんです。でこの人はですね、日米安保反対というようなですね、政治的な立場で書いてるんじゃないんです。戦後70年のですね、日本の外交の基本が日米安保体制だったと。しかしそのことがですね、いかに矛盾に満ちたものであるかということをですね、淡々と歴史的史実を紹介して書いてるわけです。実に参考になるですね、国民必読の書でですね、私はこの本を読んだ国民はですね、間違いなく私の意見に賛成してくれると。つまり日本は今こそ日米同盟から脱却してですね、平和外交、自主自立した平和外交しかないということを事実が証明しているわけです。で、いくつか驚くべきことがあるわけですけれども、私はほとんど全て知っていましたけれども、しかし改めてですね、驚くべきことがいくつかあるんですけれども、そしてそのことは日本国民としてですね、知ってはならないと思うほどですね、残酷であるんですけれども、しかしそれでもですね、私たちは戦後70年の日本の外交の歴史を知らなくちゃいけない。その原点は全てですね、アメリカに占領された1945年からですね、そしてアメリカと同盟を組んでですね、1951年にサンフランシスコ条約に加盟した、その時点でですね、日本は日米同盟から離れられなくなったと、そのことをはっきりと史実が示しているわけです。一番大きな理由はですね、象徴天皇である昭和天皇がですね、誰よりも日米同盟を重視したと。昭和天皇は新憲法によってですね、象徴天皇、つまり象徴天皇というのは国民の総意に基づく象徴であってですね、政治的な発言ができないとされているわけですけれども、その昭和天皇がですね、これ以上ない政治的な発言を繰り返し、そして最大の日米同盟、重視をした天皇だったということが、この本ではっ
っきりさされるわけです。で、まあ、そのことは知ってる人はもちろん知ってるんですけれども、しかし今私たちは、30年の金城天皇の後にですね、来年4月に新しい天皇を迎えようとしている。まさに天皇制そのものがですね問われているこの時にですね、日本の象徴天皇の在り方は一体何なのか、それは取りも直さずですね、平和憲法9条をこの国の国是として掲げてですね、世界の平和に邁進すると、つまり憲法9条ができた当時のですね精神を、まあ、今こそ新しい天皇が体現していくと、こういう時代に差し掛かっているわけです。ですから私は今の政治で何が一番重要かといえばですね、アメリカとの関係を正しくしていくと、折しもトランプという今までのアメリカに考えられなかった大統領が出てきてですね、世界を完全に分断している、今まで以上にですねアメリカ一国主義になっているこの時にですね、果たして日本の外交はこのままでいいのか。まさしく私が訴える新党憲法9条のですね、重要性を事実でもって証明してくれる本が出ました。日米安保体制史、吉津康介さんという方がですね、岩波新書から出されています。ぜひこれを皆さん読んでください。